乃木坂46の山下美月が4日、自身のオフィシャルブログを更新。スーパー銭湯でバレないためにしている工夫を明かした。山下美月、スーパー銭湯での見バレ対策、明かすこの日のブログで近況を報告した山下。山下は、サウナ好きであることを公言しているが、最近オフがあったので一人でスーパー銭湯に行きました。しかも朝8時から、と今回はスーパー銭湯で疲れを癒したことを伝えた。また、山下は、バレることはないだろうと思いつつお湯の中で気づかれてしまったらちょっとだけ恥ずかしいので、と、銭湯では気づかれないように工夫していることも告白、見バレ対策、として、いつも薄めにしてやや変顔くらいな感じでお風呂に浸かっております、と明かした。山下美月の、見バレ対策、に反響山下のブログに、ファンからは、見バレしないために変顔してるの可愛すぎる、お風呂だと変装できないから大変だよね、銭湯ではバレたくないよね。お疲れ様、ゆっくり休めてよかった、など多くの反響が寄せられている。